キャスターとかでちょこちょこ投げるぐらいしかないんだ。はい、それじゃあ、だってイクトオーバーロードとかやるよ。あ、あれだ、あの、J セールは紙で。あー、じゃあいいじゃん、3枚目出てるの。ちったら割れびれろっていう感じがあるけど、うわー、割れびれるようなんだったら最初からやらない。うわー、微妙。あ、弱い、マリガン。弱いマリガン。弱いけどやるかこれ。なんかで準備決めて殴り。じゃあ見てる場合じゃなくて。まあまあいい。いやもう大体ドミネ落とせるっていうだけでアドバンテージ。すいませんでした。いくつ？一。六。六。お、いいぞ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 。いいぞほら。そう数字。わかんないわかんない。怪しい怪しい。はい。何か言い返したのか。え、俺先手なの？先手だった。うん、弱い。え、俺先手なの？6面かな。え、俺2番手行こうがいいんだけど。6面かな。あれ、宝石のドクターだ。あるね。確実にあるやつだね。かっこいい無職人。あとでしょ。ブラストルって、すごい。マリガンです。こっちは基本土地しかない。ドラゴン出して。あー、かっこいい。カラドルで。カラドルの気持ち系しかない。じゃあちゃんと色しこない。綺麗に揃いすぎじゃねえそれ。完璧でしょ。強ーい。あ、変わんねえな、弱えな。カラドルそれ大丈夫なの？いや、ダメ。まあ減るよりか。キープ。まあ身のカードが強いからとりあえずキープしとくか的なレベルが色は出るし。あれ？これ？うん。ちょっと急に人減った。いいよ。さっきそこ行った人って帰った。うん。帰ったから君たちが移動したんだよ。あ、ちょちょちょ。こいつは残りけどな。ここにいた。いじってる。あれ？さっきも言ったよ。あれ？仕事と交際の相手だったら全然。怖くないですよね。先ほどから変わろうかなと思って。あれ裏じゃん。水泡はあんまり触れないんで、残りの色が。もう見えない。マイナスは。じゃあ、ふにまり。マイナスするかされるときついですけど。水面とかでされたらもう死にますよ。パーって。なんと。キープ。青とかだったらもう釜じゃないですか。弱いキープします。打ち消しされなければ。追加で払ってもいい。釜られてなければ。追加15コストから。ファーストドロー入ります。これはこっちだ。ゼロためない。ない。どうぞ。ゼロターンメルスなんかダサいからね、うん、トロフィーしげしげ、はい、終わり、はい、トロフィーのガスとかお前だ、チキチタペン終了です。終わり、ラノワール終わり。じゃあこれあげるね、しま終了。コマンダーズタワー、フォークの木こり、終わり。お願いします。すみません。ホテルやアタック調整させます。で、アタックが3人回ってきて、この4人目で帰ってくる。もう一回エンジョデンさん中探されないので、ホテルでまた入るのです。ホテルでまた入るのです。終わり。まあこれには弱いんですけど。ああ、そうですね。グリーンモンドリス参加した。やばい、やばい。モノリス。やばい。バカ。終わらない。当たるぞ。相手じゃねえ。そうだっけ。ちゃんと出るともうそろそろ死んでる気がしますけど、大体。一人死んでる気がしますね。出るか。殺される。それなりに殺さなきゃ。失われた技の節、終了。クソメコだ、クソメコ。いや、土地置けないからこれ弱い。土地置けない。2期終了です。あれ、入職さ、クリちゃんさんに入職さんでんの。変身はするっちゃする。封じ込めにそうな。ああ、いいよ。まあ、それはメインの勝ち手段でもないからな。あ、いいぞ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 、いいぞ、あんたの負け。いいぞいいぞ、これやっぱ入江家青湯にもやっぱ黒の方が3点終わり。あー、あの仇とか超クソ。
気しない。いいぞ。いいぞそれ。どうしたん？どうしたん？元気？はい、ちょっと。お、そうだな。いやあの叩きってのはいいぞ。すごい見事に誰もさせたい感じ、ね。ここ以外。あ、タップないそれ食えんのみたいな。まあ俺チア入ってるけどそんなに濃くない。うん、段階した。いいと思う。いいと思う。このデッキヘイトベアデス&タックスだって。アブザンデス&タックスっていうデッキだから。プライベリー。プライベリー。じゃあ俺それマナドレンス。おお。ここクソクソない感じしました。早速パクリマースとか。クソだな。それの下で。あはい甘んじて。終わり。なんて。三点かな。三点。あのなんか島とかなんか2個ぐらい叩き割ってるとすごく島を叩き割る。あの島叩き割った後こっちから青さんでからねあれってなったら。ただキャットで終了です。大丈夫、カラドル側が島1個割ってくれたら全然違う。いや次水尾だったのにな、あのモノリス割れたのにな。モノリス割ってもないじゃん。とりあえずあのクソ敵野郎が。はい、黙れ黙れ。あ、でも俺撃されてよかったわ。振り込みそれで出ねえじゃん、プライベリー。あ、ほんとだ。キャスト、あ、じゃあキャストじゃねえか。探す。あ、撃ち消されていいわ。あこれだよ。ナイス。あそうだ。みんな盤面が多い。いや、クリちゃんだけでしょ。だってプライベリーだもん。あの、そっちの下だからね。あ、打ち消されてよかったわ。逆にクリチャーしか出ないよ。立ち上がると怖い、クリチャー。昨日なんかちょっと痛くて。無駄バナドリン。いや、あの、まあ、青2で無色5加速したと思えば、まあ。ずっと立ってるとちょっと痛い。ほんとに？手フェリー降りるし。いや、あの、たぶん、ここがずれてる、そこから。じゃあ、本当に整体行かないと。そうなんだよね、テフェリ降りっからなんか対策持ってこないでさ。いつも行ったとこは日曜日やってないんだ。新法の技ないとかいい。マッサージ屋だから正解じゃないから。新法に今持ってこれないんだよね。下手にいじられると痛くて逆に痛くなるから。ましてや、製造系できたらなおさら早めにやんないとですね。俺は焦って早いんだよね。ダメだ。何時から？ 2 時からは。じゃあ午前中行って。うん。ちょっと考え。まあ寝れや、大丈夫。とりあえず戦闘開始。うん。昼間、昼が午前中が11時までで終わっちゃうから。時間。じゃあ30。エルドリッチエボリューション。お？どうしよう。まあそれ食わないとダメだな。みんながみんな揃って足の引っ張り合いする感じ。警戒。何が欲しいですかね。あ、装備できない。最近の展示ギルデッドオーバス。え？うん、あのえそこまで捨てっていうレベルじゃない実際。刻み水のがやっぱりその選択肢はあるわ。刻み水のね入れなかったんですよ僕。あ入れなかった。割った方がいいかなと思った。いやあれ割れるよ。ファクトしかあるね。タリオの剣の方が確かに広い。広いけど。いいぞいいぞいいぞじゃねえよいいぞじゃねえよあれ。どうしたそれはそれで地味強なんだな。どうしたですよ。鼻の形はよくねえ。よくないですねあれは。元気元気してる。いや殴るくれちゃいないんで。だいたいその前に出てブロッカーやってくれるかその前で起動して勝てっか。てかいろいろキャストできねえよ。まあ高田くん悩まされるのかお前。あと死亡事故かみたいな。もう最悪いいけど誘発でクリチャー唱えられるのね。終わり。でもあれクリチャー関係ない。アップキープ。毎回一丁さ一個乗った状態で警戒とつついてる。畑いるよ。あでもつけとくんで。ちょっと待ってだから。なるくくれますよ。そうですね。じゃあカラドル楽しいな。今日だったりすると一日。どんなことができる。ヒートビア生物が軒並みわあ刺さる、ほんと刺さる。この間ヨネザーでね、ドカドカドカって食べて調子乗ったらなんか石のパクられて大惨事だったんで。あれはひどかったな。はぁみたいな、あ壊滅だったら
カウンターはい、維持した、うん、メインワンだもんね、そして、うん、まあ、ADH カウンター全部できるかってやつないので、なんか選択を、でもその頃きっと多分他の人もヘッドクチュセンスを持ったかな、責任こいつ殺さなきゃってなるからね、ラストフォーノルチ、責任生かしておけば問題ないかと、なんか殺意しか分からないですよ、マジか、今日わかります、ガド食いなければゲーム終わってた、これ先考えないとあなたの車出せないので、あ、そうなんですか、それはそれが怖いから出したんだけどね、そうですね、一緒にいます、はい、実は後ろに置いてあるんです、また新しいカラー、ドローを増やすか、社長もするか、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お願いします、お疲れ様でした、はい、お願いします、はい、来週また、来週、はい、こいつ違う、いやガドックティーグっていうカード強いな、さすが2000円、プラハ、ウィンドフォール、マジで、うん、マジか、何枚、3枚、3、多いな、7、超強かったよ、こいつとこいつとこいつだ、さっき固めたいよ、たぶんね、その分だと思う、はい、7枚いい分出せねー、はい、ブラコロ混ぜて残します、リンバーラいたんだよ、まあ吉田さんくらいしか刺さんねんだけど、7でいいんでしょ、7、あ、俺のアスクラフトが、まあ、あそこ回らねえからどうにかなっか、あとですね、微妙、微妙、セットラン、ターン返した、ターン返ってくんだけど、ここに来てガドクティーグがめんどくさくなってきたな、ボードさん、まあめくれしたいでしょ、エイブンマインドセンサーぶん投げたってたんだよな、エイブンマインドセンサーこっち行った、ミスティー切った、こんなんもいた、単純に森を持ってきたいっていうだけ、懐かしくなる感じなんだろうね、これとこれ、これ次進歩の技って感じかな、次進歩の技って感じかな、これカウンター持ってるカウンター、やっぱ金型殺さないといろいろ高校の憂いがどうすっかな、あんまり強くないんだよ、ロックマラタンブ、青と無色1浮かせて緑含む3マナ、うん、エターナルウィットネス、よろしく、はい、ブライブリーブードチェリー、ゾンビ自体がね、流行りの感があるから、キコリ切ってフードチェイン、フードチェインって4マナじゃね、3マナ、いいよ、俺はそっか、そうだよ、俺は知らん、あ、僕あの、あれと間違えた、アルレンは4マナ、じゃあ最多のパターンと似てるけどね、イラスト、あ、3段使ったのにフードチェイン、はい、2、忘れた頃に後悔するって、いや、お前はダメだ、お前はダメだ、仕切るか、後ろ後ろカメラ見てやったら高すけど続けていい、はい、めちゃズロー、これ刺さんなかった、刺さすごいすごい強いね、なんだろうこれいや、弱いけどね、これやっぱもう一回打ち込めるからいいけどさ、一応してる、うん、なんかめくれた、なんかめくれたね、着地しました、はい、了解です、勝った、
もう一回かな。何に行きたかったのは行けたんだけど。でもね、これ、ね、色結構めんどくさいんだよね。パスランドは持てる。クリーチャーのための緑マナを浮かせてカスケード。はい。うん、パソッチュ。あ、これはいいぞ。シンクね。まあ、俺、対応手段ねえから。いいんだけど。パソ、パソ。パソ。ソーサリーで、3マナ以下で。難しそう。パソから、あの、パソソーサリーか。属中からのみたいな動きできないんだよ。でも3マナ券でしょ。え、打ち消されない抹消とかでいいんじゃない。あ、これプレイできないのか。出るんなら打ちます。どうしたもんかね。なんかもうめちゃくそ煽られてんだけど。打てに1してんの。終わった終わった終わんねえ。ほんとワンチャンロワーなんじゃねえの。そういうレベルじゃない。こだまずる1とか入ってんじゃん。入ってない。なんかここでドロソー打ちたくねえな。パーもないですか。いや、自分だけのドロソーだったら打つんだけど、自分だけのドロソーじゃないんですよ。ウィンフォー、あのタイムツイスターとかホイールオフォーチューンとかそういうのしかないんですよ。でも、まあ、そこらでも絶対ワンチャンじゃない。つか操作員ねえぞもう。ハンドがなくなるって書いてある。そうっすハンド強いんだよな。いや、強くはねえんだけど、つかどっちかというとお前らに新しいハンド当てる方がダメなんじゃねえのって疑惑は出るよ。あー、まあ、それはいい。はい、ツイスター。ツイスターか、ツイスターか、ウィンドホールだといいんだけどな。ツイスター、はい。打てないんだよね、このあのブラハで DK 打ちたいけど打てない。色マナ基本土地ばっかり引いてるから、ね、しない。でもじゃあツイスター2回目でキャストしました。あ、はい、すごい。これこれパワーアーティファクトできるんだ。うーん、揃ってんじゃん。こっち食べすぎだろ。ちょっとなんかもうリーチ、リーチのような感じ。リーチリーチして、あとあの歩行バリスト持ってくればダーチっていうゲーム。日曜日は12時から月開始。わかんねえ、大津の放浪者はウィルドが言われるかもしんねえからな。ウィル打てねえんだ。あ、そっか。あ、パクトも逃げる、パクトも逃げる。パクトか。デイズ、デイズ。え？デイズ、デイズ。デイズ。一マナ払え。あ、デイズか。うん、島戻してピッチで。ホイル、ホイル。ホイル。ホイル。ホイルはアウトだって。あ、アリオンか。深いないですよ。でもホイールあれさ、え、弱っ。あ、ホイールか、液体か。弱すぎ、笑った。ゴミになったんだけど、カンドル。ゴミだね。二段攻撃、トランプル。はい、じゃあセブンドロー。弱すぎ、弱すぎ、笑った。弱すぎ、笑った。うーん。お、あ、うん、あ、いい、うん、うん。せっかく超えた墓地が。あ、ごめんな、これ混ざってねえ。もう一回か。一応下に入れてよ。殺して出ちゃった。なんか、降りたね。うん、どうすかな。なんか、なんか降りたね。降ろしは出ちゃった。どうすか。おかしな話だ。出てどうすっかなっていうのがおかしな話だよな。ここから。キオーラのスイーツ。よいしょ。戦闘フェイズ。はい。キュウテン。あ、俺なの。だって、だってさっきからリーチリーチ言ってんだもん。盤面とか見たら明らかにお前だろ。はーい、すっせした。結構キルポイント取りに行けば順位関係なし1なんですね、吉田さん。まあ3取ればね。でも2の1だとダメだよ。2の1でこっち取っちゃうとダメだから。キル取るんだったらまずここを蹴落として容易にスコア始めるんじゃない。ペンチ切って職員します。そうすると勝ち、そうしないと勝ち目ねえんだよ。勝ちたいのにお前が1抜けしたら俺こいつらを2個倒さねえと勝てねえんだから。あ、まあまあまあ、リーチかかってるお前の方が先に決まってんだろ、どう考えたって。
あそこだって盤面強くねえもん。そっか、でも4位に落とすことは最優先じゃねえの、はい、それをお前らがやるよ。俺に言うのそれ。無限入ったんでここ落とすからこっち落としますって。無限入る前にまずここをどうにかしてから無限に入るんだよ。そう、どうにかしてよ、どうにかしてよって。え、それどうにか、どうにか、あ、トロマじゃねえんだって。そうっすよ、トロマキャストしてもらって、あのダブルトロマでコンバットしていけば落ちるよ。ここは最後のエリシノミニアの積んでいくと、あそこ壊滅するからワンチャンだけど、うん、確かに。一番ワンチャンねえのおめえなんだよ。おめえ自分で好き勝手やって逃げていくから。一人で勝っていく。あんま殺さない方が。あん？いや、横田さんは殺していいんだよ。ここは殺していいんだよ。ここ殺してなおかつここも殺さなきゃなんないんだよ。難しい。最初に殺してはいけないんだよ。そう、3着確定して勝ち目なかった。あ、殺したし、殺したし。キルポイント取ればいいだけだよ。ん？取っても怪しいんじゃない？いや、3茶取って、うん、あ、こいつが3茶取って、あ、2茶取っても、うん、キル3取れれば、あ、いけるか。初熱の合流点で、1、2、3、ぶっ壊します。いいぞ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 、ここに来ていいぞ、それ。ウケるー。あ、ってこと3つぶっ壊せる。ウケるー、唱えられねー。唱えられるんですよね。あー、やばい。家族じゃん。危ねー危ねー。よかったね。よかった。まあ、よかったよかったよかった。すいません、見せましたね。見せプですね、わかります。見せプ、見せプ。アモンケットのやつ、アモンケットのやつ。力づく。あっちも使えなかった。気持ち、気持ち使えないでしょ。これ、これ。焦点。横田さんにパンチ。はい。2点で終了です。乗った乗った。カルドル、なんとかして早く。でも僕、結構頑張ってね。あのね、さっきのタイムツイッターでね、ハンドルゴミになったんだけど。うん。あの、メタられてるね。とりあえず妨害は入れるけど、入れるけどもだ。どうせ焦点溜まる前にギフトされねえからな。迷宮の霊。何すんの？各プレイヤーは各単に2枚以上カード引けない。よいしょ。あんまこれ刺さんねえんだよ。まあそれはいいかな。まあそれはいいかな。これでまた TT とか打ても残念なことになって。さすがに TT はもう打てねえよ。カーサルプライドメイジ。あ、なるほど。あ、いいぞ。あ、いいぞ。あ、いいぞ。コンバット。はい。果敢3点。3品果敢。まあ似たようなもん。まあいっか。まあさすがにブラハだろうな。だってな。まあ基本的に二択だよね。モノリスクはブラハだけど、まあ、別に今終わりしちゃない。そうしたくて、維持コスト欲しいからね。これ起こすときでいいんだよ。お、維持したぞ。あれみたいな、超イリューみたいな。なんだろう。ケチャだろうか、なんだろう。まあ、そいつよね。ああ。そうそう、いつの間にか動画を静かに。あ、だから。あ、ただスクリーンセーバーは犯罪者じゃないでしょうか。セットラン。うん。シングル買っていいボックス。いやいやいや、シングルって言ったじゃん。あ、これ疲れてるのかな、俺。やる気があるか？割とやる気だよ、これ。え、メンタポンね。あ、はい。ダンボ？ X4。 4。 X2 じゃないですか。 X2 ね。あ、はい。さすがに、家族やんのか。特にやらないタクマはない。レスポンス。はい。家族？対象は一応。カドック、カドック。二枚あるんだけど何枚？いやいや、それそうなんだけど。あ、モケットこれから抜くかもしれない。ボックス。いやいや、ボックスじゃない。じゃあ今浮いてたら。そうそう、やっぱりね。やっぱりあのキットだからね、それにボックス欲しい。どっちだろうな、テフェリー出ること考えると。動いるの。キルデッドロータスなんだよね。
めっちゃ売れてますね。浮きマナが、浮きマナが4、出してないところがあって今、そうね、今日必死に動画をアップしたり12本、おお、そしたら1000本超えたっていう。テレビ出ること考えたらワンチャンモノリスワットプランもなくはないんだけど、どっち見てここでもう3万円なら関係ないいや、なんか起こしてパワーアティアクトまでのプランだったらモノリス残しとくと GG まで行っちゃうけど、3ドルとか4ドルとかでも X2 でやってまだ1個しか取ってないの、はい、あ、うん、そうです、1個飛ばすデビューサイドスタッフとか YouTuber はすごいですよね。別にしたくてバリスターも見ないんじゃないですか、面白いなと思う、ガドッカ死ぬんだよな、まあ3択のうちだけど比較的ヤバいのは2択だよな、うん、マナファクトのどっちかだけど、台風動画あげる、台風動画のとりあえずガドッカシネを考えてどっちかなんだけど、セオリーならロータスだけど、そのあっちがありますよね、あのこっちの引きの読みをしてそっちを割っとくか、あ怖い怖い、カーサルと思ってたら全部一緒だから、でもカーサルプライドメイジ言わそうだなみたいなことを言わせると面白いかなとか思ったり、はい、気がついたらモダンマスターがなくなる、潰しに来てるから多分パワーアーティファクトじゃねえと思うんだよね、そのにプレンジボーカーテンペリーからのベルプランで食うと思うんだよ、プリデットのサスマイス無色さんだし、無色だよ、青さんだし、無色さん、無色さん、好きな色なんで無色色じゃないんだ、エガロック死にます、明らかにワイドマンさんと66とか書いてこれ超強くねとか言ってる、氷の泡が強い、そうそうそう、そういう勝手がリアルでやってもらうと面白いのかなとか、面白い、青3ですね、アルファに昔やりましょうか、アルファ、いや、あの、向けないから、怖い弱いよ、そんなことすら関係ないよ、クレイまず英語読みでしょ、難しいね、編集者、あとこれで出てきてほしいところだね、あ、終わったか、さすがに、まだ学ばねえけどな、そのターンは終わらない、テフェリーを下ろしようがないんだよな、アクションしちゃうと、ベールとスナップキャスターとアーキビアの修復術、落ち吹っ飛ばしてな大丈夫、あの次体を出してガドクティブリキャスとか、まあ一番かかるのはスナップキャスターだから、どう考えてもスナップキャスターなんだろうけど、どれのポス魔法だね、まあだろうね、一番かかるのそうだ、うん、言わずもがだね、ホロヨギチャンドラ値段上がっちゃったから、じゃあ俺はここまでやって、で、ターンエンディングを話したのね、これ、あの、この間というか、昨日のロツアー結構か、青い木使って、パソ中でパワーキャプトトップ積んでターン終了、ね、パワー、あ、あれ連射か、うん、ごめんごめん、あれ、じゃあ、操作じゃないトランスミュートアップ、組み込まれた。トラミなの？違うね。まあいいや。値段はただ600円ぐらいにしていいんじゃないですか。まあさっきの共同で当てくとりあえず引っ越すんですけど。マナ足りねえ。マナ足りねえな。あ、クリプト。有罪ダメージ。ダメージがね。マナが足りねえな。あれ維持コスト払わねえのか。結構これめっちゃ強いっすよ。ギャンブルあればな、ソニーサイレンみたいな持ってくるんだよ、マナが足りねえ1万の足りねえんだよな、原神と詰めてるか、あれはで、そのタイミングもいいです、2ターン目出てこれを行って、はい、じゃあ匿名でなんか今茶割ってもどうしようもねえ気がすんな、これ間に合ってない感じしましたね、でもモノリス割ってあ、そうやっても俺は3つ割れるんでトルスワもそれやってたし、おそうっすよ、外ってさそうだよガドック家からあれがあんだそうそうそう
大変なことになった、うん、やべえ 100% 忘れてた、うん、え、うん、俺もあの家族やってくれるならじゃあ別のなんかあんのかなそうだよ破壊放題だ小熱の具合ってあるじゃん え、うせえやん今割とドスルーだったそっかワンちゃん そういうことなんだね俺はまあ逆に言うとその挙動はしないといけないんでしますよ相手もなかなかしますけど単純なガバガバなフレーズだったうん、まあ、だもう家族ならそっち動くしな最近ちょっと英語が高いっていう数もあったりするこれ入ってます露骨にあいつ構えてっからな何が露骨に構えてっからな白1、うん、とはいえここが無視できるようになったからいいや過剰だったら4万以上入れないし89掃除これをいくらで決まった決まった終わるかこれはでも無限で抜けたくはないなるほど抜けたくはないけど、うん、あんまいいよこれめっちゃさっきのアイベックス抜けたくはないんだけど僧侶さんがただ抜けたくはないんだけど引き引き書周辺それやるとそれやるとお前消えろってなっちゃうからでワンチャンこれが2茶いっちゃうと面倒くさくなるから、うん、3茶でも勝ち確だからねあそっか切る持ってかないとダメなのいや別にこっちが切る持っていけばいいんだよあそっかそっか切る2のこっちが1ポイントだけだったらセーフだからあヨシケ今あの無限1抜けしてトータル10になるからそうそうそうでカナナ君今8だからそこら辺だねちょっとやることが皆さん残ライフは39 36 14カンナのを狙いに行くしかないのか終わらん災いまたアイベックスあー死ぬね死ぬじゃん追加説フェーザーの多分これだとキル3取れるはずこれが死ぬくらいあっケント止めろよまだ止めらんないでも確かにこれだとここ4位に落としつつキル1取れるから一番の上策ではあるそうそうそう神田君は8で絶対もうここでストップするからだけど2セットでもあの雑引き殺し余裕なんだよね戦闘フェイズはい交換なのに行くのは間違いないんで、はい、誘発させないから誘発させなきゃなんないから、うん、こいつ殺してもいいんじゃねえかななんかもう先に一発だけこいつ殺してでもいいような気がする19でしょ14 19だよ14じゃあお前これで死ねほらケント出番だぞでこの3体はケントに行くかアイベックス誘発していい7バーラン。で、カンナラはここに1が入るから15点。あ、じゃあ15点じゃねえ。13点。13? うん。ダメージ13。ダメージ13。多分これカードの中で。ヘント出番の。いやいや、無理だろ。いいスタートで取るで。14、20、23。てか、それだと。32。32。あのワンチャンできなくね？いいのかそれでも。これあいいのかいいのかいいのか。うん。全員ヒントギリギリ死ぬ。あこのターンに死ぬ？けどこのコンバットで死ぬのか。うん。無限とかじゃなくて。俺はここで、うん、こっちは殺せるけど、うん、こっちとこっちは生き残ってっから、うん、ここ用意するだけだから、うん、あと俺ここを引き殺してキル3もらってあとお前ら順位決めろってなるから。それだとカンナの組ワンチャン2になると。勝てなくね勝てんのかあれいけんのか神いやだって2、カンナが2位になったって8の2で10でしょ10だよで俺6の3、6の6だ12であそっか余裕か、うん、オッケートランプは持ってるんだよ、うん、うん、バーランだからあれ死ぬしかないコダン初心者でも使えるように32点構成になってるこれ死ぬ弾4